レンス・ファン・エイデンは、オランダオス出身のサッカー選手。NEC メヘ編所属。ポジションは DF。ファン・エイデンは、地元オスのアマチュアクラブである RKSV マルフリートでサッカーを始めると、1999年に PSV、アイント方編によってその才能を買われ、それ以降、PSV の下部組織で育成された。そして、2007年4月11日、 ドナルド・クーマン監督によって UEFA チャンピオンズリーグのリバプール FC 戦を戦うトップチームのメンバーに選出され同試合でアルナコネとの交代でトップチームデビューを果たした2008年2月正式にトップチームへと昇格したしかしトップチーム昇格後は熱い選手層に阻まれ出場記録を得られず2008から09シーズンはビレム2へと レンタルされた。2009年4月、NEC 内目編へと移籍した。ここでは2013から14シーズンに二部降格を味わうものの、クラブに残留し、1年での一部復帰に大きく貢献した。NEC では7シーズンの在籍で、リーグ1189試合に出場した。2016年4月4日、NEC と AG アルクマールは、ファンエイデンの放出。 獲得にそれぞれ合意し、8日に正式に発表された。AG での1シーズン目は中盤戦での怪我があった、ものの CB のレギュラーとして活躍し、時折キャプテンも務めた。ここまでは順調だったが、2シーズン目から出場機会が激減。序盤からベンチやベンチ外が続き、やっと出場した8節フェーノールト戦では4、失点を喰らい。 それ以降第32節のフィテッセ戦まで出場機会は全くなかった。結果、このシーズンはリーグ戦3試合のみの出場に止まった。2018年8月3日、フルスの NEC 内名編に復帰した。17日の SC カンブールレイワルデン戦でキャプテンとして先発フル出場すると、その後の出場した試合べてでスタメンフル出場とキャプテンマークを巻くも、 1>, 1月25日の FC オス戦直前のトレーニングで素刑部に大怪我を負い、残りのシーズンを棒に振るった。翌シーズンも8月いっぱいを怪我で欠場したが、9月から先月に復帰し、10月でトップコンディションにまで復調すると、それ以降は CB の核として活躍した。ありがとうございます。